はいどうも、コミュータンツ宮戸フィルムです。お願いします。さあ、今日はですね、4月になりました。あ、違うわ、5月、5月になりましたね、ついにね。はい、5月病になりたくてもなれないですよね、もうね、このコロナでね、いろいろ、大学とかもね、なかなか全部リモートでね、僕もね、だからその、ずっと家でね、YouTube 撮ったりとかね、してるだけなんで、もう全然人と関わらなすぎてね、5月から、我ら、おめえたん所属する吉本のね、劇場、神保町吉本漫才劇場の満劇メンバーになって、ライブが5月からどしっと増えたんですけども、緊急事態宣言で配信ライブで無観客になっちゃったんですけど、久々にそのなんか芸人と絡んでね、もう全然できなかったね。何喋っていいか、もうコミュ障が爆発しちゃってね、もうその、まあ、無観客だから受けてるかはどうかもね、わかんないっていう、お客さんにね、いろいろこう、いつもと違うね、なかなかこう、平常運行がね、難しいですけども、皆さんね、でも散財しちゃったよ。ということで、4月、ミヤトフィルムが買ったものを紹介する月1コーナー、よいしょ。はい。って言ってもね、やっぱシュプリームばか買ってて、まあ、個別でね、紹介とかもしてるんですけど、まあ、紹介したものとかも含めね、シュプリームさらっとちょっと、いこうかなと思います。はい。じゃあ、まずこちら、ドーン。はい。ファンゴールの、シュプリームコラボの、バミューダハット504。これはまあ、シュプリームの、支部アイテムでも紹介したんで、まあ、そちら見ていただくという感じで。はい、こちら買いましたね。これ、マジでいいっすね。僕だったらこういう風にね、前かぶりしてるんですけど、後ろかぶりの方がいいんじゃないとか、後ろかぶりの方が絶対いいですよ、みたいな感じで、ね、コメントいただくんですけど、はい、後ろかぶりするとこんな感じなんですけど、ちょっとやっぱね、自分で買っといてなんなんですけど、カンゴールとこの、シュプリームのロゴがちょっと激しすぎて、結構ガチャっとしてるんで、どうですか、これ。っていう理由で好みはこの前かぶりですね。はい。はい、次は、こちらも一緒に紹介したね。はい。シュプリームのマーチンコラボ、ブラックですね。ファイブホールの。はい。これまだ1回だけしか履いてないんですけどね。足めちゃくちゃね、痛くなりました。やっぱこう、革靴をね、久々に買ってこう、どう履き方がわかんないですよね。まあやっぱ最初はこう皮もカチカチなんで足痛くなるのはあるあるだと思うんですけど、まあ足もね革靴に全然馴染まなかった。ずっとスニーカー履いてたから、革靴でどうやってこう足痛くなくなってくんでしたっけ、教えてください。ちょっとコメント欄とかでなんかどうしたらいいよみたいな、厚手の靴下とか履いてみたいなことを、めちゃめちゃ足の甲がすげえ痛くなった。サイズ合ってないわけではないですけどね。それは28センチで結構ちょうどいいんですけど、隙間とかもなくっていう感じなんですけど。どうされてます？教えてもらっていいですか？はい。コメント欄によかったら教えてください。はい。お願いします。はい。で、続きましては、あとこれね。これも紹介しましたね。はいはいはい。まあ、ティーザーの立ち上げのサテンバーシティジャケット。ミシェル&ネス。とのコラボということでね。これ紹介動画の方結構なんか、2021が入ってるから売れないんじゃないですかとか、2021がなければ買ったわ、みたいなね、人めっちゃいたんですけど、あ、結構そうなんだっていうね、僕結構その年代とか、年歴というか、入ってるアイテムにそんな抵抗がないんで、なんか、そういう人も多いって、逆にそういう人多いんですねっていうね。別に2022になってもバンバン来ちゃうけどもっていう。意外とそういう人もいたという気づきですね。これ気づき。あ、そうなんだっていうね。でももう暑くてね、とてもじゃないけど、着れないんで、ちょっと冬まで、寝かせますっていう感じですかね、こいつ。変な時期にアウター買うとこうなっちゃうよね。冬には冬でいいアイテムがいっぱい出てね、全然着なかったりするのかもしれませんが、はい。まあ、買ってよかった。それと共に買ったので言うと、あとこちら。はい。FTP Beanie ですね。Fuck the Police のアルバムの Beanie Supreme って書いてある。はい。はい。フーディーは買えなかったけど、Beanie はなんとか買えたよっていうね。これだからね、買ったら、なんかコメントか Twitter かどこかで、皆さん FTP Beanie届きましたか？
僕届いたんですけど、めちゃめちゃでかいですよ、びっくりしますよみたいなの書いてあったんで、あ、そうなんだと思って、うん、届いたんですけど、ちょっとかぶってみますね。別にちょうどよくない？俺の頭がでかいだけじゃない？もういい？あ、誰が頭でかいやねん。ちょうどええんやけども。はーい。まあ、これもロゴがバシあるんで、これもまたロゴを、後頭部に回してこうやって被ってます。はい、僕は。はい。なんで確かに、この深く被ると、ちょっとここの生地が余るというか、だから、なんすかね、形がちょっとこう、浅かぶり用の、うん、ここ余ってちょっとこう、キュッとなるというね、うん、ちょっとこう、キュッという、凹凸みたいな、なるというね、うん、そういう形のビーニーなんで、これはまあ、スケーターよろしく、目深でかぶるというよりか、こうやってちょっと浅めにかぶるっていう意味では、ちょっとでかいかもしれないですね。うん、それ用なんで。目深にかぶるにはちょっと向いてないという、うん、感じですね。これもよかった。うん。で、一応刺繍もね、こう、がっちりもう、めちゃくちゃ、糸でも、ガチガチになってるからもうめちゃめちゃ立体的でしょ。はい。っていうとこもいいじゃない。はい。シュプリームはこんな感じですね。でシュプ以外で買ったのは、はい、これ、ナイキとあのラッパーのドレイクのコラボの、うん、第3弾第4弾かな今回。何なんだろう。うん。ノクタシリーズの、フリースを買いました。はい。これめっちゃ可愛いなと思って、毛がなってる毛というかこのボアな、この、後ろのこの、スウッシュがね、うん。ナイキのこのロゴがこう、この毛の中にある。これがね、めちゃくちゃ渋くてかっこいいなと思って、ちょっと欲しいなと思って、買ったんすわ。ただなんかね、ナイキってその、あんまナイキのアパレル買ったことなかったんで、シュプリームの T シャツの大きさとかよりは、明らかに同じ L とか XL でも小さい、うん。小さいイメージがあったんですよね、ナイキの。アパレルって。なんでこれも、シュプリームだったら L 買ってるところ、L 買うんで、ナイキは XL にしたんですよ。で、届いたら、めちゃめちゃでかくて、これ。ほんとなんだろう。丈がね、もうお尻隠れちゃうぐらいでかくて。着てみると、はい。ちょっとでかいんですよね。でかいんですよね。もう袖もこんなんだし。うん。丈がもうね、ほらもう、ここまで来ちゃうから完全にケツ隠れちゃうからこんなでかいからもう寝袋かなってぐらいでかいですよね。うん。まあ、ただうん物はかっこいいんで冬またで着心地は最高本当に。うん。なんかさらっとしてるけどあったかい軽いのになんだろうもう軽いのにめちゃめちゃ暖かいってやっぱそれがフリースなんだよフリースってそうだからってこと。まあ、でもこれ特にというね、うん、かっこいいんでちょっと冬にねこれももう暑いんでねなかなか着ないですけど冬に活躍してもらおうかなという感じです。はい。で最後がこちら、じゃじゃーんじゃーん。これスケシューなんですけどスウェーデン初のラストリゾート AB っていうブランドの、スケシューですね。最近結構なんだろう僕がインスタでフォローしてるセレクトショップとかがこんなん発売しますみたいな言い出しておのかっこいいなみたいな。で僕結構そのナイキのスニーカーとかよりかは結構バンズとかのスケシューをねめちゃくちゃ好きで履いてるんで、うん、スケシュー好きとしてはあこれはかっこいいぞみたいな今後めちゃめちゃ来るんじゃないかっていうねことでね、うん、早速購入してました。で、何が可愛いってね、素材、スウェード黒で普通のベタな黒かったんですけど、この、サンドとかロゴ、うん、ラストリゾートのこの、ロゴ可愛くないですかこの、うん、見てこれ。はい。で、こう、インソールにもね、これ、このロゴなんですけど、可愛いんすよね。これがすごいいるんだよ、これ。後ろにもこうやっているし、可愛くないですかこれ。うん。で、すごいのがね、この、はい、ドン。靴底にもおんねんなぁ。このソール良くないですかこれ。めちゃめちゃこだわりのね、入ったね、可愛いスケシューなんですよ。箱にもいるよっていうね。箱も可愛いのよ。箱も可愛いから。うん。箱も可愛いでしょ、これ。他にもいろんなカラーとかね、カラー張り。まあ、セレクトショップで、セレクトショップごとに、販売してる色違うんですけども、うん。探してみてください。ラストリゾート AB のスケシュー。
みんなやっぱバンズとかね、アディダスのスケシューとかナイキのね、SB とか使ってる中、やっぱこれ、ちょっと違い出そうよ。いや、全然スケボー滑ってないですけど、最近。はい。はい。という感じで、今月もいっぱい買うぞ。はい。ということで、チャトーとグッポタよろしくね。以上、おみだつみやとフィルムでした。またお願いします。あたした。